はい、今日の一品です。今日は晩ご飯で残ったシチューとバケットを使って、シリコンカップにグラタンを作っていきたいと思います。パンをちぎって入れたらシリコンカップにシチューを、微妙に残ったシチューを入れていきます。さらに上からパンをちぎって入れていきます。はい、そしてハムですね。これを刻んで、いきます。ハムをのせたら次はブラックペッパーを少し振って、スライスチーズですね、これをちぎりながらのせていきます。あとはオーブントースターでこんがりとチーズに焼き目がつくまで焼いたら完成です。残りシチューでパングラタン、お弁当にどうぞ。